腹減った。飯の前にゴキブリ掴んだって、洗ってこいよ。へいへい。あ、そうちゃん、今監督の娘さんがお風呂使ってるから洗面所開けちゃダメよ。お、お風呂が壊れたのに大家さんがなかなか直してくれなくて、すみませんね奥さん、挨拶に寄らせただけなのにお風呂までいただいて。いいえ、お前は入らなくていいからな。心配すんな、昨日銭湯に行ったばかりだ。ゲッハハハハ。なんだよ。見たのか。ね、何を。とぼけるな。洗面所あげたろ。彼女が風呂入ってたろ。いや、出たとこだった。何？それじゃまさか。ギリギリセーフ。パンツ履いたとこだったから。パンチ？あ！それに一瞬ですぐにドアを閉めてくれたから、ほとんど見てないわよね。あ！いや、こいつの動体視力は学校で 1,2 を争うんだ。1位はお前だろ。たとえほんの一瞬でも、隅から隅まで。こらこら、何騒いでんのそんなとこで。はるかさん、お風呂熱くなかった？ううん、ちょうどいい湯加減でした。何か冷たいものでも飲む？ありがとう。こら、いい加減話せよ。腹減ってんだから。だいたいお前が悪いんだろ。手を洗ってこいなんて言うから。あ、まだ洗ってなかった。てめえ、ゴキブリ掴んだ。てめえ、やかましい。死ね死ねえよ。だとかも。二人ともやかましい。早く手を洗ってらっしゃい。素敵なお兄さんたちね。おかげさまで。はるかさんはどっちが好み？心配？お？いつまで顔洗ってんだ？早く手洗わせろ！うっせぇ！洗ってるぞ！